14番ホールキーガン・ブラッドリー選手のセカンドショット。左コーナーのピン、左からの風。うおー、どうですか。すごい、やっぱり最終日優勝争いしてる人は果敢に行きますね。乗るか反るか勝負に出てますよね。うおエッジで落としましたね。はい、柔らかいね、あのタッチで。早いな。いや、これ絶妙ですよ。16番ですよ、200ヤードプラス向かい風、左コーナーバンカー越えのティーショット。どう、ここですよ。このホーマーの後輩なんですよ、 UC バークレー先輩の意地をね、これホーマーこのバーディーパットで見せるんですけど、これで再びライダー選手と並びます。ねえ、森川のこれバーディーパットなんですけどね、この時点9アンダー、これが入ったらチャンスがあるかと思ったら入るんですよ。直接落ちてボールがリリースしたんですよ。落ちた場所が悪かった。そうですね。その間にキーガン・ブラッドリー選手が1つスコアを伸ばしてきます。この人は上の段から下り、まずこれ上の段、ここから下りですよ。これもデリケートでしたね。タッチが抜群ですね。この時点でもうホーマーの優勝がほぼほぼ決まったね。3打目のイーグルトライでしたね。カップ過ぎてるから開始のラインは読めてますもんね。上りですね。西海岸シリーズ第3戦、名門ペブルビーチゴルフリンクスで開催される AT&T ペブルビーチプロアマ、その見どころをお届けします。崖を越えてグリーンを狙う8番パー4。AT&T ペブルビーチプロアマ放送は2月5日の日曜日、6日の月曜日、両日とも実況生中継でお届けしていきます。